はい、酸素補聴器チェックです。よろしくお願いします。大きいチェックです。あ、聴器チェック一緒で大きいチェック一緒です。はい、はい、ということで、ビクトリアマイル日本は5頭。はい、うん、まあずば抜けてね、いいっていうのはね、そのまあなかったかなと思うけど、うん、まあ牝馬ですしね、まあそんなにね時計的には出さなくてもね、うん、いいんじゃないかな。まああとね、感覚詰まってる馬もね多いんでね、うん、まあそれほど、まあ、動きが目立つっていう馬はいなかったですけど、まあ上げるとしたらまずどうですかね。ルージュバックかな。ルージュバック、ね、気になるところですけど、いつものねちょっと豪快さっていうのは、まあ、直線でね、豪快に突き放すというかね、うん、そういうものはなかったんだけど、まあそれはなんか厩舎の考え方で、まあ、結構ね日本の一頭って4コーナーあたりでちょっと下りになって、うん、直線で少し坂で登ってる、一頭、うん、のシルトとか違うんだけど、まあ登ってる分ね、その4コーナーの下りのところで並びかけて惰性で加速つけていくと、まあ、最後の直線が楽になるんだって、まあ、楽に上がっていけるんだけど、まあ、今回のルージュバックはまあそこでね加速するのをちょっと我慢して直線の坂下から追い出すっていうね、まあ、その方がちょっとね馬に負荷がかかるっていうので、まあ、そういう追い切りをやったみたいなんだけど、まあ追い出されてからのね反応っていうかね、まあシャープだったと思うし、スッとね並びかけていきましたから、うん、まあ、ね、形は編入ですけどね、まあ、悪くない編入じゃないかなと思いますし、まあ、ゴール後はね一気に両方ねバッと突き放してたので、うん、まあそれを考えればね、パフォーマンス的には限りはないんじゃないかなと思うんですけどね、うん、いつも確かに本当なんか豪快な追い切りっていうなんか印象が強い、うん、まあところですもんね。ゴールまで、うん、と捉えればまあ豪快には見えないかもしれない、地味に映るかもしれないけど、少しずらさだね、その後1コーナーまでずらしていけばちょっと豪快に見えるかなっていう感じの行きだったね、なんか雰囲気的に、うん、まあでも判断は難しいけどね、なかなかね、うん、どうだろう、まあ、前走くらいあるのかな、まあ、そうですね、状態に関してはいい、うん、でも、まあ、一体多分包丁維持してるんでしょうかね、そんなにね浮き沈みはないタイプだと思うんで、まあ力を出せるといいじゃないかなと思うんですけどね、うん、浮世の風はどう、まあ、このまま単走だったんですけど、うん、まあ、この辺りのタイム的にも4カロンから3目に53秒9でラストが12秒7と、まあ、前走、まあ、使ってますし、うん、まあ、この辺りは最初はまあいい状態をキープしてしつつの、まあ、いい、その中でのいい動きだったかなっていうところは思いますけどね。だいぶ前、なんか7、8馬身ぐらい前行くのを目標にして、最後2馬身ぐらいまで詰めて終わるっていう感じだったのかな、うん、なんかまあ感が詰まってるからね、うんうん、まあ、その中でも強い受け必要ないし、はい、うん、キレはある感じで良かったんじゃないかなと思いますね。あとはフロンティアクイーンかな。わあ、ちょっと僕の印象としてはなんかその終始軽めだなっていうような見えた、ローチェの感じもゆったりしてて、うん、まあね、折り合いはついてたと思うし、うん、まあそのね、合わせた相手の馬の直後をつけて4コーナーをね大きく外ラツ回ってたんで、うん、まあそこまで時計はね、モハロー70秒4っていう全然目立たないね時計だったんですけど、まあそんなにね、軽すぎるっていうこともないだろうと思うし、まあかこのままね、福島品が、うん、ね、からなんで感覚はね、うん、中2周中2周かになりますね、中2周って感覚詰まってるから、はい、まあ、それほど強い気必要ないと思うし、まあとにかくね、この馬ってね、まあ、最近3走前から取り入れたわけじゃないけど、3走前から前日入りしてね、うんうん、今回もそうですね、3走前に前日東京でね前日入りして発熱 X で朝早くに買って、中山はその前日入りができない、うん、できないからなんかどうか分かんないけどね、まあ発着ですね、発着に負けて、で前走の福島は前日入りで2着と行けましたね、
今回も東京なんで前日入りできるのでね、うん、その予定ですし、まあ、そういった構想パターンのね、過程でね、あの臨戦過程でいけるのがね、いいんじゃないですかね、うん、と思う。まあ、北村上級もね、結構ね、前日入りした時の雰囲気の方がよく感じたと言ってるんで、レース前にね、レースの高めにね、まあ、今回もですね、いいレースできるんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、国枝先生もそういう意味でも発熱テイクスぐらい走ってくれればっていう、そうところですね。僕的にもあと思うとオートトレイルが気になったんですよね。まあ、クラス的には全然格上挑戦というか、うん、1600万下の馬なんですけども、まあ、ウッドコースで、まあ、コバは、まあ、ヨンハロンからだったんですけど、まあ、外から合わせに行って、ね、結構それで余裕がありながら最後まで馬なりでだったんですけど、まあ、余裕と編入したなっていうところで、なんかちょっと印象に残りました。今充実してそうだよね、はい、勢いっていうのはあるのかもしれないっていうところですけど、あれか格上格で1600万車に2着に上挑戦負けてるんですけど、ね、うんうん、まあ、マイル自体の距離は合うと思いますし、まあいいね、そのあとはうまく持ってこれればどこ持ってどこまで来れるかかな、うん、